さあ、まだまだ頑張る。激安ヘリコプター、ターニキー、ターニキー、なんていうの？違うんだ、わかんない。フライバーレス100、うん、サーモがこんなんでも、ね、こんなにちゃんと飛んでしまう。あ、こっちのバッテリーあったら、さっきのやつバッテリーなかったね。全然違うもんね。まあ、飛ばしてる人じゃないとわかんないけど、浮きが全然違うんですよ。まあいいや。で、今度は、ちょっとね、じゃあ、まあ、超基本のホバリングの練習。ホバリングは全てです、ね、ターンもホバリングです。ピルエットもホバリングです。まずケツホバ、右ホバ、背面ホバ。あー怖いね、これ難しいよね。やめてやめてやめて。背面、僕からですね。背面ホバ、それから左ホバ。あー、右ホバ、戻る戻る。でターンの時にこうやってね、対面になったら怖くて、結局ターンがね、きちんととか、まあ、おーっとって勢いではできますけど、ちゃんと思い通りにできない人は、やっぱりホバリングの練習をするんです。で、まずはこれを、じゃあ、5秒ずつ、ホバリング。せーの。1、2、3、4、5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 。あー、私もこっちもう対面に行きますよね。1、2、3、4、5。で、僕ね、こっちそう左ホバが下手なんですよね。日頃やってないからね。1、2、3、4、5。鉄ホバが一番やっぱりまあ安心感があるんですよね。困った時にも、まあ、迷わず、ね、やっぱ対面ホバ、あーこれいいね。これリカバリーができるね。ヘリが動いた時にあってもこう一つのとこに置いておくことができる、ね、カジノね、あれどっちだったって言ってますけどね。対面ホバ、左ホバ、これが難しいなー。難しい、あー難しい、あー難しい、やめて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 、もうちょっとこっち行って、ね、難しいね。はい、でも、で、今5秒ずつ、まあ時間が短い方ももちろん簡単なんですけど、ピルエットをきれいにしたいので、今度はじゃあ3秒ホバ、1、2、3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 、あ、だから1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、ね、こうやって同じところで綺麗に本当はこう例えばくるっとこうダダをキッチューって、これね、まあ要は回ってますけど、回ってるだけでちゃんと自分が思ったところで回してるわけじゃないんですよ。まあ最新のジャイロはね、回ってくれるんですよね、固定してるよね。これをちゃんとやっぱり上手な人みたいに同じとこでこうね回っていくかな。まあほらね、ちょっとでもローター面が傾いてるとこうやって移動していくんですね、肩ね。でそれだとピルエットフリップで、まあフリップした時にあらら怖いってなるね。あ、怖いね。それからそうなんですよ。だから、ね、ピルエットフリップの時もやっぱり同じで、ああ、やめて、もう、なんかね、ああ、いいね、上がってきて、やっぱこの背面も、一応このね、ああ、怖い。まずは、ホバリングの練習ですね。ちゃんと4方向ができるように、ホバリングが、やるといいなぁ。ああ、怖いなぁ。ちょっとこれ上がってこないね。もう、ね、やめて、やめて、やめて。あー、下がるね。やめてやめて。ちょっと上げ目でいこうかな。はい、もうちょっと。ね、で、まずはじゃあ、なんだっけ、あ、そう、逆なのか。はい、じゃあ、
ても自信がなくなるから、とっさになるとね、怖くなってね、ビビっちゃうんですよ。ねえ。で、やっぱり、背面も、やっぱり化粧場が一番こう、安心するっていうか、まあ、機体の状態がわかりやすいので、多分、背面の化粧場が一番最初はやりやすいんだよ。で、そっから、だから、怖いね。あ、そうか。ホバリングの練習の超基本みたいな。まず、とにかく、底面でも、背面でも、ホバリ、ケツホバが一番怖くない。例えば、ケツホバである程度慣れた人は、ある程度、ね。ゆっくり、自分の方まで持って。それを例えば右側ダメだね、はい、戻る手前にやってから戻る消す方がいい、まあ、これが一番怖くないかな、ね、で、そう、最初は逆にちょっと余裕を持って高いところで走らせる、ね、まずはじゃあこれで走って、こうやって乗ってくれると思ってきて、とにかくケツ幅でこっちに戻すことができれば、でこうやってで、こうやってなったら上がりする、ね、ケツ幅で戻る。電池ないな、やめてー、あ、どうもない、電池ない、はい、はい、終了、はい、ケツホバの練習、ホバリングの練習でした、ポチッと